3さっきも押した言ってよ写真はい行きます。3、2FM キヌアンのラジオ、キヌの皆さんこんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打っておりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今回はメンヘラ城第75回の収録となっております。時空の狭間、はい、はい、時空の狭間におりまして、収録日は1月29日の月曜日、しかし本放送をお聞きの皆さんはもうすでに3月4日の月曜日にいらっしゃいます。だいぶ飛ぶね。だいぶ飛びますねまあでもこの時期になってる頃には、うん、実際にね3月に入っている時にはまたスタジオで収録できると思います。スタジオでね、思う存分収録ができるということで、うん、思う存分、まあ、今もやってるけど、はい、B スタ自体はね、今僕らが収録してるのが FM ギノワの B スタジオになるんですけれども、うん、B スタ自体は、何なんかそんなに変わらないって聞いたけど、ほとんど手つかないって聞いてはいるんで、うん、まあね、3月以降も僕らはこんな感じで YouTube 上だとね、動画も、はい、撮りながらって なるとは思うんですけれども、はい、ゆるくやっていきましょう。はい、本日までは先週に引き続き2本撮りっていう形になってますんで、はい、はい、先日がトークテーマ映画についていろいろ話しましたけれども、うん、うん、なんか今週もツイキャスの方がね、届いてたツイキャスが、うん、なんか夏美さんが読めなかったって悔しがってたんで、はい、今日はちょっとツイキャスを中心にはい、夏美さん読んでいってもらおうかなと思ってますんで、うんうんうん、夏美さんもどうぞよろしくお願いします。いいですか、読んで。ツイキャス参加されている皆さんもね、うん、どうぞよろしくお願いしますということで、いいね、はい、じゃあ早速なんか挨拶とか来てたら読んでいただき、あ、挨拶は来てますよ。先週のはどうしますか、はい、先週のはね、この後のメンヘラトークで読んだ方がいいね。だってオープニングはもう終わりそうになるんで。はい、わかりました。ほほほーって、うん、ペーターさんから来てます。あ、ありがとうございます。ペーターさん、ロアさん、こんばんは。はい、こんばんは。埼玉の坊さん、やーやー、沖縄大好きさん、へいへい、へいへい、ありがとうございます。ノリがいいとみんな。はい、では、よろしく、よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしポンポコポンポンパンパンパンとお持ちしてますはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では先週に引き続き本日も、うん、今回も、トークテーマ映画、トークテーマ映画、はい、お話しさせていただければなと思います、うんうん、はい、で早速ですけれども、あ、まあ、最初にちょっと映画にしたきっかけといいますか、はい、はい、先日ですね、まあ、これを撮ってるのが1月29日ではあるんですけれども、3日前の1月26日ね、僕がもう待ちに待った、うん、待ちに待ち望んだ、うん、機動戦士ガンダムシードフリーダム、もう18年待ったよな、はい、の映画を見てきたので、うん、はい、まあ、ワンチャン、リスナーさんでも見てる方がいればちょっとおしゃべりしたいなと思って、うん、はい、そ
りにさせていただきました。はい、はい、では、先週からね、ツイキャスで参加されている皆さんのコメントを早速夏美さんの方には読んでいただこうかなと思いますので、うん、夏美さんどうぞよろしくお願いします。ですね、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、沖縄大好きさん、はい、なんならラブライブサンシャインの映画のブルーレイ持ってますって。ああ、先週おっしゃってたね。本当大好きだね、ラブライブシリーズ。で、そしてウルトラマンレグロスというウルトラマンの声もやられてたっす。ん？これは、あ、なるほど。宮城亮太さんを演じた声優さんが沖縄出身の声優。なるほどね。ごめんなさい、これは夏美だけがわかるあれでした。これ見てる、これ見てるから分かったあれでした。いや、分かるようにだから説明しろよ。そうそうそう、ラジオなんだから。そう、違う、でもアットマークなんとかなんとかって書いてあるから、そう、それを遡って今読んでたらちょっと頭がこんがらがっちゃったかな。ごめんなさいね。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、ロアさん、私はマリオを映画館で見ました。お、確か 4DX でも見た気がします。なんかマリオと 4DX なんか親和性高そうだな。なんかマリオがぴょんぴょん飛んだり、うんうん、多分炎も出る敵キャラとかもいるでしょ。だから暑さとかもね、暖かさとかがこう、そうそう、ゴーって出たり、ピシャーって水がかかったりいろいろ、なんか本当に親和性高そうだけど。メガネだから水かかったら映画が見えないって言ってね。そうそうそう、途中から水は僕はオフにしましたよ、ね、4DX見た時は。はい、でロアさんが、はい、ケンタさんパチンコ行ったんですねって来てるよ。そうね、先週のねお話で申しましたけれども、うん、ガンダムシード見た後にね、うん、映画よりちょっと前ぐらいにガンダムシードのパチンコが、うん、ホールに出るようになったんで、うんうんうん、はい、今日ならなんか俺に微笑んでくれるんじゃないかと、映画を見た今日なら、うん、ということで、ガンダムシードのパチンコを打ちに行ってきました。お、ギャンブルの、ギャンブル依存症だよね。ギャンブルのやりよるな、はい、申し訳ございません。はい、やりよるなって大好きさん言って、ロアさんすごーって言ってる。だからよな、本当にすごいよな。これなんか多分褒めてないよな。沖縄大好きさんも得してるって。お前いい加減にしろよっていう意味のすごーだと思うけど。全然反省してないじゃん、すげーみたいなね。本当にもう。とりあえずね、話しますけど、はい、すいません。私の音楽の、あ、音楽じゃない、映画の話 していいですか。あ、なずみさんの、なんていうのかな、おすすめ映画ってことなのかな。おすすめ映画は、うん、おすすめ映画はていうか好きな映画、そう、好きな映画は、うんうん、ピクニックっていうね、岩井俊二監督さんの、はい、ピクニックっていうね、はい、映画が好きでして、はい、チャラさんと浅野忠信さんと、はい、もう一人男の方が主演で出てるんですけど、3人が主演、3人が主演みたいな感じで出てるんですけど、はいはいはい、その映像がね綺麗でね、はい、クラシックみたいな音楽とか賛美歌とかが流れてきて、うん、それが綺麗で好きですね。あ、ちなみに内容はどういった内容の映画なんですか。内容は精神科病棟の内容で、はいはいはい、精神科閉鎖病棟か、はい、それで脱出するんですよ、その3人が精神科の塀を登って逃亡するわけですね、塀に囲まれた病院から、うん、そう、でも塀の上を伝えに伝って歩いていけば、うん、逃亡じゃないって、塀の上だったら OK みたいな、塀があるじゃん、病院のルールで、病院のルールでじゃないよ、その子たちのルールで、あー、はいはい、その人たちのルールで、チャラたちのルールで、うん、病院の塀の上を伝っていくんだったら OK じゃないみたいな感じで、うんうん、伝って街中にいろいろ出ていくんですよ。あ、わかります。病院の塀と、うん、まあ他の建物の塀がつながってて、まあつながってる感じで、その塀をずっと歩いていくわけだ。そうそうそう、降りないで。そう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 、うん、で海の果てまで行って。うんうん、なんか堤防みたいなところまで行くっていう、そこで地球の終わりを見てやるみたいな、うんうん、地球がこの日に滅亡するんだってのを、うん、聖書かなんかの裏を見て、
そう知ったこの3人は、うん、冒険に出るわけですよ。はいはいはい。それで、まあ、いろいろある話です。うん、あじゃあその主人公の3人は、うん、いわゆる病院に、うん、かかっている入院している入院患者、うん、っていう役どころなのかな。そうですそうですそうです。はい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 。それが好きです。うん、なんか見るきっかけみたいなのとかあったの？見るきっかけ、たまたまなんかロードショーかなんかで映画館で見たのか DVD で見たのか。 DVD で見た。確か美術の先生がおすすめしてくれたんだったかな。あそれで見たんだよな。あなるほど。とっても良かった。高校生の頃かな、うん、美術の先生ちょっと、うん、そうそうそう、うん、そう。それともう一つあるんですけど、はいはい、あケントさんの映画の話しますか。あ僕の、はい、好きな映画ありますか。好きな映画、うーん、ケンタさんはね一番みたいな。いやもうケンタさんただこの映画っていうテーマにしたのは、あのさっきも話したように昨日たまたま映画を見に行ったからっていうみたいな話なんだけど、うんうん、これまで見て印象に残ってるっていう映画って実は俺あんまりなくて。ないの？なっていうのもケンタさんあのアクション映画が好きなのよ。あジャッキーチェンとかだ。まあ、ジャッキーチェーンもそうだし、なんかなんていうのかな、警察と悪いやつらの攻防みたいなね、うん、ドンパチして、うんうんうん、あのカーチェイスがあってとかさ、うん、ああいうのが好きだから何も考えずに見れるようなやつ、うんうんうん、が単純なね分かりやすい正義が悪を倒すみたいなのが好きだから、うん、意外とあんまり印象に残ってないね。ああ楽しかったで全部終わってるから。ちなみに、うん、邦画と洋画だったらどっちを多く見ますか？洋画ですね。圧倒的に洋画。ケンタさんは洋画なんだね。うんうん、夏美は結構邦画の方を、ああそうなんだね、好んで見るかもしれない。それなんか理由があるの？夏美さん、え理由、うん、なんか間とかが好き。ああ邦画特有のなんかシーンとした、うん、そう言葉のない間とかそこにある無音の音っていうか、うん、行間を読んでる感じか。それが好きですね。俺はやっぱりもう本当になんか激しいの、なんか邦画は邦画でその夏美さんが好きとされる間みたいなのが、うん、あまり得意じゃないかな。嫌いではないよ、うん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 、嫌いではないけど邦画も、うんうんうん、でもなんかあえて映画館でまでは邦画はめったに見ないかな。ああ、うんうんうん、それこそなんかデートで、うん、一緒に映画見に行くかってね、うん、当時お付き合いしてたことを見に行くってなった時に女の子は確かに邦画のなんか恋愛ものとかを選びがちかなっていう印象はあるかな。ちょっとあのあのデートって言ったから思い出した話があるんですけど、知っちゃダメ。はいはい、いいですよ。あのですね、映画館デートかなんかです。映画館デートですよ。高校生の時に、はい、映画館デートに行きたい男の子がいたんですよ、うん、それで好きかどうかわからないんだけど映画館デートに行きたい男の子ってなんかまた限定的なデートだな。じゃあ好きかどうかわからないけど映画館に行って確かめたいみたいな。あ、映画館じゃないと確かめられない恋だったんだこれは。いやそういうことじゃないんだけど。どういうことやねん。ボーリングデート行きたい男の子もいるわけ。そういうことじゃないんだけど、どっかお出かけしてって時に、あ、うん、あこの子となんかデートって言ったらまずは映画だろうみたいな。まあ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 、まあ、っていうのがあってね、はい、そうそれで行ったわけですよ。はい、でその子と千と千尋の神隠しを見たわけ。あ、はいはい。千と千尋の神隠しを見て、うんうん、あ面白かったねなんつって、はい、で出たわけですね、はい、そしたらその男の子が、はい、なんかちょっと体を動かすスポーツボクシングみたいなのをやってる男の子でして、あで私と並んで喋りながら、はい、なんか様子がね向こうから来るなんかちょっとマッチョな人が来たら、うん、あいつと戦いてみたいな、うんうん、手を叩いて、うんこうパンチでやりてえみたいな、うん、もう俺強いんだぜシュッ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 みたいな。中学生かな高校生なんだけど確か高校生の男の子は、うん、あ、 そう、あいつも強そうだなっ
ていうね、そのね、うん、姿を見て、うん、夏美はごめんなさいって思っちゃったっていう話。あ、そうなんだ。うん、皆さんどうですか。まあでも映画に限らずかもしれんけど、うん、やっぱりなんていうのかな、2人でデートして、あ、この子こういうところがあるんだって気づくところって当然あるよね、うん、学校で見てるだけじゃわからないみたいなさ、実際に、うん、どっか遊びに行って、あ、この人こういうとこあるんだ、ちょっと幻滅じゃないけどさ、うん、カエル化現象っていうのかなこれいやもうどうなんだろう、今で言ったらそうなの、カエル化現象俺よくわかんないわかんないけど、戦いてーとか言いながら歩いてるから、うん、メンチ切ったりとかして。嘘でしょ、ほんとほんと、だからちょっと夏美はついていけないなと思っちゃったんですよ、ちょっと危ないやつだったんじゃないの、その子。いやでも元気にしてますかね綺麗な話なんねえよあーおかしい、はい、っていう思い出がありました。はい、なんかメッセージも来てますよ、どんどん読んでいってくださいよ。はい、メッセージ、はい、メッセージ読みます。はい、ロアさん、はい、いつもだいたいスターシアーズの映画鑑賞券の福袋は買うようにしています。おー、スターシアターズも、うん、今後の使用予定としては、うん、4月に公開するコナンと5月に公開するウマ娘です。おー、ウマ娘も見るの、うん、結構ロアさんも、うん、あのなんていうの、ケンタさん側のお仲間じゃない、もしかしてアニメ好き、うんうん、アニメ好きだね、いいね、アニメ好きだね、うんうんうん、それで武蔵さん、メンヘラジオ皆さんこんばんはっしょい。お、こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。大変遅くなりました、はい、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。私もよろしくお願いします。そんなこと言ってますけれども、このラジオは本放送はもうすでにね、うん、3月になっておりますけれどもね。そうですねまあいいんじゃないですか、はいはい、はい、いい感じですね。はい、では、ここからは楽曲紹介の楽曲紹介、はい、いきたいと思います。はい、昨日見てきた、うん、映画機動戦士ガンダムシードデスティニーのエンディング曲でした、はい、シーソーのさりぎわのロマンティクスをお聴きください、はい、はい、接続が切れましたって。はい、なんか接続が不安定になったみたいで。接続が不安定になったみたいです。はい。ロアさん。はい。気になる人と映画行ったことある気がしますが、もう記憶ありません。そうね。俺ももう、どんな映画見たか覚えてないよ。一個覚えてるのが、うん、愛知県に行ってる時に、うん、掲示板か何かでメールアドレス、メルトモコでつながって、うんうんうん、メールのやり取りして、また切れた、メールのやり取りしてその子と会って、うん、はい、その愛知の名古屋駅で初めてお会いした女の子と見に行った映画は覚えてる。うん、何見に行ったの？私の頭の中の消しゴムっていう韓国映画だったから。はいはいはい、ありましたね、うん、記憶がなくなっていくやつかな。そう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 、はいはいはい、それは見に行った記憶があって、面白かったけど、うーん、まあ、まあ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 、隣のその一緒に見てた女の子がめっちゃ号泣しててちょっとだけ引いたっていう記憶なんで号泣してたら引くの？いや、びっくりするぐらい号泣してたの伸びたみたいに出てた。ああ、声が出るぐらい泣いてたからおえつ。そうそうそう、そっか、そこまで泣く映画かと思いながら感動はしたけどね。うん、そっか、はい、そっか、はいはい、っていうのありました。ペーターさん、はい、帰る帰る帰るる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 かっこまだいるよいるかいどっちだい沖縄大好きさん、イエーイって来てます。 ありがとうございます。あれがね、ちょっと電波が切れたりしてたからね。そうね、ごめんなさいね。ありがって言ってるね。
ロアさん、私というより王侯ですね。ウマ娘は王侯が見たいやつなので。ああ、旦那さんが見たいのに付き合ってあげてるんだ。優しいな。優しいな。うん。王侯さんがじゃあ、アニメが好きなのかな。ねえ、そうかもしんないね。うんうんうん、コナンも二人とも好きなのかな、じゃあ。うんうん。コナン面白いよ、映画。コナン面白い？うん。でも俺、いい加減さす、早く原作終了してくれんかなと思ってる。オチをつけてほしい。うん、なるほどね。そうそう、コナンも長いもんね。長いよ、もう百何十巻で出てるよ、ね、ほんとコナンがいるところに死人ありっていうね本当によなっちゃうからね、うん、そうですね。沖田大輔さん、ふぅ、この去り際のロマンティクス、今音楽流れてるんですけれども、うんうん、シーソーっていう、シーソー、うん、まあなんていうのかな、作曲家と、うん、それぞれ個別で活動してるね、うん、2人が組んだ、歌う人と作曲家が、うん、組んで、できたユニットなんだけど、夜遊びみたいな感じ。いや、夜遊びみたいな感じって言ったら、あれたち別に2人2人で、まあ、活動してたかもしれんけど、梶浦由紀さん、うん、あの穂村、うん、リサの、うん、穂村を作った人が作曲家で、うんうん、もう一人は石川千秋さんじゃなかったかな、確かね、うんうん、もう声は多分石川千秋さんだと思う。シーソーですごい歌うたんだ、うん、なんだ、はい、もうおすすめなんで、去り際のロマンティクスは映画館で聴いて最高でしたよ、本当に。そうですか。はい、では戻りますか。はい、はい、お聞きいただきましたのは、はい、シーソーで去り際のロマンティクスでした。はい、はい、それでは、メンヘラ城はここよりエンディングに入っていきたいと思います。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングでございます。はい、2週にわたって映画についてどしゃべりしてきましたけれども、はい、楽しかった。はい、楽しくお話しましたギャ、うん、しましたギャ、しましたギャ、はい、夏美さん映画館には本当めったに行かないよね。映画館、うん、あのね、ファンタスティックビースト見に行ったよ前。それも結構昔の話でしょ、ファンタスティックビーストって言ったら、うん、ハリーポッターも見に行ったよ。直近で言ったらあれだよね、メイドインアビスだよね。メイドインアビス一緒に見に行った、あの 4DX だった、うんうんうん、アニメ映画ね、深夜アニメが映画化、映画版が出ますよ、劇場版で公開されますよっていうものを一緒に見に行ったね。うん、行った、うんうんうん、あれはでもすごかったね。うん、すごかった。 4DX がすごかったね。初めて見たけど、あの 4DX はすごく良かったね、うん、で、この今回見たさ、僕が、俺が昨日見たか、うん、ガンダムシードフリーダムの方も、うん、まあ俺的には一回もう一回ぐらいは見たいなと思ってるけど、うんうんうん、でもやっぱ映画館ね、お金かかるじゃん、移動もそうだしさ、うん、まあ、映画自体もそんな、まあ障害者手帳持ってるから半額では見れるんだけど、うん、とはいえね、お金がかかるあれなんで、うん、まあそれになっちゃん一人でね、お家残していくっていうのもあれだから、もういいかなとは思ってたんだけど、さすがに 4DX 版出たらちょっと行かせて、行ってきてください。ほんと夏美を家に置いてくっていうのはね、健太くんはね、健太さんはね、いつもはね、しないです、しないけどまあでもパチンコとか行ったりするじゃん、はい、今に始まったことじゃねえって話ですはいはいはい、はい、まあそうだね、うん、だから行ってきていいよ。はい、だから 4DX が出た時はまたおねだりするかもしれないんで、うん、映画ちょっとガンダム見に行きたいんですけどって
オッケーオッケー、はい、その時はぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、夏美さんはなんか映画館まで見に行かない理由とかあるの？なんかそこまで見たい映画がないって感じ？うん、見たい映画が別にない。あ、本当？うん、そっか、テレビとかも見ないから予告でどういうものが出るかとかわかるけど、うん、あるけ見ることもあるけど、うん、そこまで興味持たない。あ、本当？うん、そうね、うんうん、あとなんか主人公が病気でそのうち死にますが元気にやってましたみたいな系の映画は本当に普通に見ない。一時流行ったね。余命何ヶ月の花嫁とかあったし、そうそうそう、言ったら何だっけ、この世界の中心で愛を叫ぶとかも、うんうんうん、あのもうそっち系だ、ね、ほらなんかそれに感動しなくても、うん、現実の世界の人見て感動することができるから、うん、別に映画で感動しなくてもいいやって感じ。あら、なんか深いといえば深いですけれども、全然浅いんですけどね、はい。まあ、またね、最近ゴジラ 1.0 だったかな、あれもちょっと見たいなと思ってたりもしてたんだけど、うん、まあそのうちアマプラとかで出るでしょ、うん、はい、その時は、まあ、いつか一緒に行けたらいいよね。あ、そうだね、いつか一緒に行けるものが行きたいね、うん、それは確かにそうだ、うん、はい、では、今週のメンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。あっという間の時間だってロアさん。あ、ありがとう、本当だね、助かるね、本当だね。じゃあ YouTube も、今来たって。